今回はアキーヨというブランドからバイク用スマートモニター AIO5 ライトという製品を送っていただいたので、そのレビューをお送りします。早速中を開けてみましょう。こんな感じで一番上にクイックスタートガイドが入っていました。本体ですね、上にはボタンが4つ、ケーブル類が3本本体の裏側につながっています。製品の裏側もこんな感じで、ちょっとカーボン調の柄が入っていたり、高級感のある作りとなっています。本体から出ているケーブルの方にも一応こちら、防水処理、あと抜け止めですね、ねじ込み式のコネクターが、4本出ています。この製品は前後2カメラのドライブレコーダーもこの本体の中に内蔵しているということで、まあこれ前後それぞれカメラ2台中に同梱されていました。取り付け用のブラケット、あと電源を取るためのエレクトロタップですね、あと結束バンド、そしてこれは多分ケーブルを束ねるためのベルトですね。そして工具類、これは何だろう、あ、これはおそらくハンドルの径が車両によってまちまちなので、スペーサーですね。こちらのブラケットのちょうどこのクランプの部分ですね、ここの部分にかませて様々な径のハンドルに対応させるための部品も入っています。あとこれですね、両面テープ、車両にカメラを固定するための両面テープ、こちらも 3M の VHB ですから、かなり強力な両面テープがちゃんと入っていました。こちらはこれ GPS ユニットですね、 GPS を受信するためのユニット、まあアンテナといいますかね、そういったものだと思います。それとあと電源用のケーブルです。キーホルダーのようなものでしょうか、まあおまけですね、こんなものも入っていました。この製品はですね、確か前情報によるとドライブレコーダーだけではなく、後方の特にバイクの死角、ミラーの死角に車両などが接近すると、それをライダーに画面上の表示で教えてくれるような機能もあったはずです。こちらにですね、タイヤ空気圧とタイヤ空気圧監視、そしてリモコンプロと書いてありますけども、この2種類のオプションも送っていただきました。でこちらがその2種類のオプションですね。海外から直接届いたので箱がちょっと壊れていますけれども、まずこちら、はい、こんな感じで、こちらは、無線式のリモコンですね、これを操作しやすい位置に取り付けると、まあこの本体の方はタッチスクリーンとなっていて、画面を触って直接操作することもできるのですが、これがあると、まあ、ハンドルの使いやすい位置に、まあ、こういった主要なボタンが、付けられるので操作性が上がるという、まあ、そういった製品ですね。ブラケットとあと工具、ネジ類も入っていました。そしてもう1種類、こちらはこのような小さい部品なんですが、これは先ほど言ったタイヤの空気圧センサーです。ホイールの、あの空気を注入する部分のキャップの代わりにこれをつけるのだと思いますが、これを取り付けることによって本体側でタイヤの空気圧などが監視できるようになっているそうです。表面処理がされている、なかなか高級感のあるナットですが、それが2つと、あとこういった専用の工具、これあの裏側の方ですけども、これにぴったり合うような専用の工具もついていました。ということで、眺めていてもしょうがないので、早速車両に取り付けたいと思います。はい、ということで設置が終わりました。難易度は高くありませんが、カメラの設置やケーブルの取り回しなど検討しなくてはいけないことが多いので、結構時間がかかりました。私の場合はリモコンはこの位置に設置、手軽に空気圧調整ができなくなるので、ロックナットは使用しませんでしたが、前後の空気圧センサーも設置しました。今回はテストなので仮設置ですが、カメラはこの位置に取り付けました。仮設置で車体に強力な両面テープを貼り付けたくなかったので、 GPS ユニットは本体に貼り付けました。検証したいことがあるので、コネクタ類もむき出しのままです。それでは実際に使ってみたいと思います。まずは電源を入れてみます。
起動時間はだいたいこんな感じで、今10秒ちょっとかかったでしょうか。私のスマートフォンは Android Auto なので、つながっているか確認してみます。私のスマートフォンは画面を消していると自動的にロックがかかる設定になっているので、こういう場合はスマートフォンを取り出してロックを外さなくてはなりません。まあこのあたりはスマートフォンの端末に依存するところなので仕方ないと思います。機種や設定によっては電源を投入しただけでスムーズにつながると思います。もうつながっているので、これは Google マップですかね、表示されています。でこれが基本画面。今回私はオプションのリモコンも設置しているので、このように画面をタップせずとも画面を切り替えることができるようになっています。このリモコンに付属しているステイの剛性感がないので押し心地はあまり良くありませんが、利便性という意味ではこのオプションは選択した方がいいかもしれません。空気圧センサーも装着しているので、今フロントが 2.3、 リアが 2.4、 私はリアは普段 2.5 ぐらい入れることが多いので、気温が低いせいか若干下がっていますね。まあ、こういうのが乗車状態ですぐ確認できるというのは良い部分だと思います。リモコンを使ってこのように画面をタップせずとも Android Auto もしくは CarPlay で使用するアプリケーションが選べるようになっています。基本画面で走り始めて走行中に画面を切り替えてみたいと思います。今回は撮影しやすいようにということでこの位置に画面を設置していますが、本来であればメーターパネルにかからないように少しずらした方がいいでしょうね。たまたま交通量が多いところで合流したので視覚監視機能が働いてコーションが出ていますね。お気づきになった方も多いと思いますが、ライダーの左右の側方斜め後ろだけではなく真後ろもコーション警告が出るようになっていて、急速に接近する車両なども検知してくれるようになっています。それではちょっと画面を切り替えてみます。はい、今ナビゲーションは使っていないので、ただ単に地図が動いているだけですけれども、ナビゲーション使用中でももうすぐ多分ですね、視覚検知機能のエリアに、あ、今出ましたね。このように警告が、こういったナビ画面を見ながらも警告が出るというのはなかなか使える機能なのではないかと思います。はい、今ちょうどこの車ですね、さっき検知していたのが前にこのバイクを追い抜いていきましたけれども、こんな感じで、私はこの視覚監視機能というのは前評判では使い物にならないと聞いていたのであまり期待していなかったのですが、実際に使ってみるとかなり認識率は高いといった感じがします。もう冬なのでそういったことはないと思いますが、今年の夏も暑かったのでスマートフォンのナビを使っていてそれが熱で止まってしまって困ったという経験をした方も多いのではないでしょうか。ただこのようなディスプレイオーディオといいますか、スマートモニターを使っておけば、今私はスマートフォンの端末はウエストバッグに入れていますが、温度が上がりにくい環境にスマートフォンを収納したままナビが使えるというのは本当に便利だなと思います。当然ですね、ナビの使用中はインカムとの連携になりますが、ちょっとやってみます。八王子駅までナビして、ルートを検索します。はい、こんな感じで音声アシスタントを使うことができるので、一応それではこのリモコンで選択して八王子駅を今選びました。そしてナビを開始する。この先5キロほど道なりです。はい、こんな感じでナビもこのリモコン側で操作できるので、利便性という観点ではこの AIO5 ライトの購入を検討している方、このオプションのリモコンは合わせて購入した方がいいかもしれません。あと先ほどもお見せした通り空気圧のモニターもあれもあった方がいいかもしれないですね。音声アシスタントが使えるということは今回はやりませんけれども、当然電話をかけることも受けることもできるようになっています。まあ、このあたりはね、
本当に便利だと思います。あと画面の見やすさに関してですが、画面の大きさもこれぐらいが程よくて良いと思います。あまり画面のサイズが大きいとメーターパネルを隠してしまうことにもなりかねないので、設置場所に困る、そういう観点からすると、今これ確か5インチでしたかね、7インチなかったと思いますけれども、5インチだと思いますけれども、これぐらいの画面サイズというのは設置しやすくて、そして視認性もそんなに悪くないので、私はこれで十分だと思います。あとこのようにメーターを出したり、これは速度だけではなく電圧、そして前後タイヤの空気圧、どれぐらい走ったか、走行距離なども表示されます。そして基本画面で、さらに押すと先ほどのナビに戻りました。そしてこれがドライブレコーダーの後方のカメラですね。そして短くボタンを押すと前方、そして小画面で後方の様子が映っていますね。もう一回映ると、今度入れ替えて後方の景色の中に前方が小画面で映っていると、まあ、前方を見る必要はないと思うので、バックモニターとして使用する場合はこの後方カメラのみこの映像を映すのがいいんじゃないかと思います。画角もちょうどいいですね。ドライブレコーダーなので広角になっていますけれども、遠くの今後方から車が接近していますが、その様子も見えますし、今後方の車とどれぐらいですかね、距離は20メートルぐらい、今コーション出ましたね、後方から車が近づいているよという警告が出ました。そして今気づいたのですが、このようにドライブレコーダーのカメラが捉えた映像をモニターとして使っている時も、この部分にタイヤの空気圧が表示されるようです。で、先ほどお見せした通り、リアタイヤは 2.4 からスタートしたと思うのですが、少し走ってタイヤの温度が上がったのか、今 2.5 までタイヤの空気圧が上がってきた様子が映し出されています。例えば走行中にスローパンクチャーなどで徐々に空気圧が下がるというケースもなくはないと思うので、まあ、このようにですね、折りに触れてタイヤの空気圧が確認できるというのはとても良いと思います。空が多めに映っているんで、まあ、言ってみれば逆光気味の映像だと思いますが、空の薄い雲とかグラデーションも結構綺麗に表現されていて、このモニターというかカメラの映像はとても綺麗だと思います。近年ではこういったバイク用のスマートモニター、ディスプレイオーディオというのも多々発売されていて、そして中にはですね、ドライブレコーダーを内蔵しているというものも多いのですが、そんな中にあってこのモデルの最大の売りというのは、先ほどお見せしたというか、先ほどから機能していますが、視覚監視機能だと思います。今後ろからだいたい10メートルぐらいですかね、車が接近してきたんで、このように後方から接近した車があるよということも、今右側方からこう前に出ましたけども、こういったですね、隣の車線を追い抜いていく車もかなり確実に捉えてくれるといった感じです。先ほどからもう随分走っていて、今停車している車両なんかも感知しましたね。私の使用環境だとほぼ確実に今も出ていますね。こんな感じで視覚監視機能が車を認識していて、今日のところはおそらく1台も誤認識というか認識を逃すということはないのではないでしょうか。はい、こんな感じで今真後ろ、そして右斜め後ろから車が接近しているのもこんな感じで捉えていますよね。あとこのモデルはドライブレコーダーを内蔵しているということなんですが、ちょっと重要なポイントについて検証したいと思います。ご存知の方も多いと思いますが、最近のよくできたドライブレコーダーというのは、こういった車両から電源を取るのが基本ですが、中に小さな電池が入っていて、例えば本体からの電源が遮断された場合には、その電池を使って正しく映像をクローズするという機能がついているということがほとんどです。それはなぜかというと、ドライブレコーダーですから事故の瞬間などを捉えなくてはいけない、
ところが事故の状況によっては、その車がドンとぶつかった瞬間にバッテリーが破壊されたり、ハーネスが切断したり、その事故の瞬間に電源が失われるということがあるわけです。そういった場合に、中に電池を内蔵していないドライブレコーダーというのは肝心の事故の瞬間を捉えていない可能性があります。ですので、このモデルはドライブレコーダーが内蔵であるということも大きな売りではありますけれども、中に電池が入っていて、そういった電源の喪失に対して対応ができているのか、その点も確認したいと思います。この検証もしたくて、実は配線は仮だったんですよね。それでは今から容赦なく電源を抜いてみたいと思います。このドライブレコーダーの前のカメラのところまで持ってきて、このようにしてですね、前方のカメラにケーブルを外す瞬間が映っていれば、そういった事故による電源喪失にもこのドライブレコーダーは対応しているということになります。まだ動いてますよね。確認しました。大丈夫ですね。はい、じゃあ抜きます。結果は家に帰らないとわからないですけど、抜きますよ。はい、抜きました。それではまとめとして、この製品の良いところ悪いところをかいつまんで説明していきたいと思います。まずこれは基本的な部分ですが、合法的に安心して使用できるということです。近年では通信販売などで日本の技的マークを取得していない、つまり電波法、日本の電波の利用のルールに従っていない製品も多く流通していると聞きますが、この製品に関してはちゃんと技的マークを取得しているので、日本国内で安心して使うことができます。次に、これがこういったバイク用スマートモニターの購入動機のメインとなる部分だと思いますが、スマートフォンの落下、熱暴走、熱停止のリスクから解放されるということがあります。例えばスマホナビを使っていて熱暴走で止まってしまったとか、もしくはスマートフォンを道路上に落下させてしまった、紛失してしまったということ、その他さまざまなスマートフォンをハンドル周りにマウントしているがゆえの悲劇というのはよく耳にしますが、そういったさまざまなリスクから解放されるということで、こういった製品を使うのはとても良いことだと感じました。次にオプションではありますが、このリモコンと空気圧センサーはかなり使えるということです。これらの製品も電波を使う以上、日本の技的マークの取得をしなければいけませんが、このオプション類も技的マークを取得しています。実際に使ったところでは、このリモコンで全ての操作ができるわけではありませんが、あるのとないのとでは大違いだと思います。またリモコンを使っていれば画面をタップする必要がないので、画面の汚れも防止できるという点ではなかなか使い勝手のいいオプションだと思います。また今回私は初めてこのタイヤの空気圧センサーを使ってみましたが、走行中でもタイヤの空気圧の変化などを常にモニターできるので、この空気圧センサーもなかなか良い製品だと思います。次に性能が安定しているということ。今回のテスト中、技的マークの取得ができましたという連絡をいただいてからどれぐらいですかね、2週間ぐらい使っていたのですが、その期間中通信が不安定になったりという事例はありませんでした。ですので通信が安定しているという基本性能においても、この製品はなかなか優れていると感じました。次に、使い慣れたナビアプリ、無料ナビアプリが使えるということです。この点も需要としては大きいと思います。例えば車両メーカー純正のメーターパネルに仕込まれたスマートフォンとの連携機能では、有料アプリが指定されていることが多く、その点で二の足を踏んでいたという方も多いのではないでしょうか。ですが、こういったスマートモニターであれば Apple CarPlay や Android Auto などを使って、使い慣れたナビアプリ、無料ナビアプリが使えるということで、そういった点でも注目している方は多いと思います。今回私は Google マップと Yahoo カーナビを両方テストしてみましたが、若干操作感は違うものの、両アプリとも良好に動いていました。またタイムラグも少なめで、これであればスマートフォンをハンドルの前にマウントしているのと使い勝手、見栄えとしては全く変わらないと感じました。次に、この製品の売りの一つでもある視覚監視機能はかなり正確で、一定の合理性もあるということです。この製品の視覚監視機能というのは、ドライブレコーダーの後方カメラの映像分析によって車が接近していることを感知しているわけですが、かなり正確で、昼間のテストではほぼ 100% の車を認識していました。四輪車に搭載されているレーダー式の視覚監視機能とは異なりますが、
まあ、それでもあれだけの性能が出ているというのはなかなかすごいことではないかと思います。この画面を見ている時というのはバックミラーの確認が当然おろそかになっているわけで、まあ、例えばこの画面の中でナビのルートなどを確認している時にこの画面の中に警告コーションが出るというのは私はある程度合理性がある表示方法ではないかと思いました。もちろん誤認識がないわけではないのでこの画面を見ていればバックミラーを確認しないでも運転できるというものではありませんが、実際に使った印象としてはなかなか便利な機能であると思います。次にドライブレコーダーの機能性能が高いということです。実はこの製品はこの本体のゴムキャップを外して中に SD カードを差し込んで、まあ、そこに映像を記録するようになっているわけですが、 SD カードのトラブルに対応するために内蔵メモリーもあります。 SD カードに記録が不能となった場合は自動的にその内蔵メモリーに映像が記録されるということになっているので、そういった点でも安心感は高いと思います。またこれは映像でもお見せしていますが、私はその点に関してはおそらく対応していないということで、まあ、そこは突っ込ましてもらおうという準備をしていたのですが、実際にやってみると電源の喪失にもこの製品は対応しているようです。映像中はこの本体内に小さな電池を内蔵していないと事故の瞬間が撮れていない可能性が高いとコメントしましたが、もっと正確に言うと映像ファイルはあるのですが再生できなくなってしまうんですよね。 GoPro などのカメラを使っている方はもしかしたら経験があるかもしれませんが、例えば映像収録中に間違って電池を抜いてしまったりするとその瞬間にいきなり電源がボンと失われるわけです。そうするとファイルとしてはどうなるかというと、正しくファイルがクローズされていないので、今の映像というのは圧縮ファイルなんで正しくファイルをクローズしないと再生できなくなってしまうんですよね。で、同じことがドライブレコーダーにも起こる可能性があるわけですが、この製品はちゃんと中に電池を内蔵していて、正確に言うとスーパーキャパシタという、まあ、蓄電池みたいなものですが、それによって電源が失われた場合はちゃんと映像ファイルを正しく閉じるという機能が入っているようです。いずれにしてもこれだけの機能を詰め込んだ製品で、そういった電源の喪失に対しても対応しているというのはなかなかすごいことだと思います。次にこの製品の悪いところですが、まず取り付けが面倒、そして着脱、乗せ替えが基本的にできないということです。このようにケーブルが3本出ていて、ここにコネクターがあるので外すこともできそうなのですが、実はちょっとお見せしますが、わかりますかね、ここのネジに注目していただきたいのですが、一般的なトルクスネジと似ていますが実は違います。これはいわゆるいじり止めボルト、いじり止めネジなどと呼ばれているもので、ちょうどですねこの工具を差し込む穴の中央部に突起があります。これによって一般的なトルクスネジの工具が入らないようになっているんですね。こういったハンドル周りのクランプなども同様のボルトが使われているので、この製品の例えばマウントの角度を変えようなどという時もいちいちこの工具を出してこなきゃいけない。これは少し面倒くさいですよね。メーカーの主張としてはこういった取り外しにくいボルトを使うことによって盗難対策になるということなのですが、私がこの機械の購入者であれば最も心配するのは、例えばいたずらで停車中に破壊されたりとか、もしくは紫外線などによる防水機能の劣化などの方が気になります。それよりも簡単に取り外しできた方が私はユーザーに対するメリットが大きいと思いました。次に結局ケーブルがごちゃごちゃするということです。見ていただくと分かる通り、本体の裏側からはこの部分ですね、3本のケーブルが出ていますし、私は面倒くさいのでここに貼りましたけれども、 GPS ユニットも別体式でもう1本ケーブルがあるので、まあ、いずれにしても4本のケーブルをこの製品のフルの機能を使おうとすると接続しなくてはいけないわけで、やはりハンドル周りがケーブルでごちゃごちゃするというのは避けられないと思います。次に初期ファームウェアからのアップデートがとても面倒だったということがあります。ファームウェアを最新のものにアップデートすれば、この機械本体が直接 Wi-Fi に接続できるようになっているのでスマートフォンの出番はないのですが、私の手元に届いたこの製品は初期のファームウェアだったのか、ファームウェアのバージョンアップをするにはスマートフォンの通信機能を使えないとできないという仕様になっていました。で、やってみたのですが、もちろん対応しているスマートフォン、Android のバージョンでいうと13なのですが、それで何度トライしてもエラーになって全くファームウェアのアップデートができませんでした。
また私はいろいろ試してできましたけれども、そういったファームウェアのアップデートでトラブってしまうとこの機械が分身化することにもなりかねないので、その点についてはこういった製品ができる前に検討しておいてほしかったなと思います。またこれは悪いところというか Android Auto や Apple CarPlay の問題だと思いますが、比較的新しい端末にしか対応していないという点には注意が必要だと思います。比較的新しい端末にしか対応していないというのは、 Wi-Fi 接続で Android Auto や Apple CarPlay を使うために仕方ないんだとは思いますが、いずれにしても購入前に自分のスマートフォンがこの製品に対応しているかどうかよく調べる必要があると思います。次に P-in-P、 いわゆるピクチャー・イン・ピクチャーのバリエーションが不十分だということです。映像中でもお見せしていますが、例えばこの製品のバックモニターとしての機能はなかなか優秀なのですが、あの画面を映しているとナビの画面が見えません。またその逆もしかりで、ナビの画面を出しているとバックモニターとしては機能しません。ドライブレコーダーの映像は P-in-P でこう前後を入れ替えたりできるようになっているので、できればそういった機能にも対応してほしいと思いました。あとこの製品は駐車監視機能も内蔵していますが、その用途目的は限定的だということです。例えば盗難防止という観点からすると、バイクが盗まれようとしている時というのは犯人はおそらくハンドル周りにいることが多いと思うので、前後のカメラが録画をしていたとしても何も映っていない可能性が高いと思います。ですのでこの駐車監視機能というのは盗難防止目的というよりは、いわゆる当て逃げ対策と考えた方が良いのではないかと思います。また当て逃げ対策としても、真横からぶつけられた場合はカメラは前後方向しか録画していませんので、そういう事例に対しても対応はできないと思います。まあ、これはあるあるですね。このカメラのこのマウント部分、この部分に両面テープを貼り付けて車体に固定するわけですが、その角度調節がこれしかできないんですよね。なので今回も私はこのカメラの設置、特にリアカメラの設置には苦労しました。もともとバイクには平面の部分が少ないので、こういったカメラの設置も結構苦労すると思うのですが、例えばナンバープレートの横など角度が垂直近くに立っている部分に平面を見つけたとしても、こうカメラの設置できる角度ってこれがいっぱいいっぱいなんですよね。なので垂直の部分に貼るとカメラとしてはかなり上を向いてしまうということで、このカメラのマウントに関してはさすがに8万円以上する機械ですからね、もうちょっと工夫してほしかったなと思います。あと最後に価格が高いということです。この本体だけでも8万円以上しますし、こういったオプションを購入すると10万円を超えてしまいます。簡単に取り外しができず、レンタルバイクなどを含む他の車両との使い回しも基本的にはできないので、コスパは良くないと思います。ということで、アキーヨというブランドから提供していただいたバイク用スマートモニター AIO5 ライトのレビューをお送りしました。それでは。